ニュースをお伝えします。敬愛する金正恩総書記にベトナム共産党中央委員会から7月29日返礼が送られました。返礼はベトナム共産党中央委員会は金正恩総書記が朝鮮の党と国家人民を代表してベトナムの党と国家人民そしてグエン・フーチョン書記長の遺族に深い弔意を表し党中央委員会政治局常務委員会委員の党中央委員会チョイ・ヨンウォン書記率いる朝鮮労働党代表団が中朝ベトナム大使館を弔意訪問して弔意録に文を残すようにしハノイで行われた国葬に朝鮮民主主義人民共和国政府特使を派遣してベトナムと朝鮮との伝統的な友好関係そしてグエン・フーチョン書記長に対する自分の感情を表すようにしたことに深い謝意を表する。グエン・フーチョン書記長は生前にホーチミン主席とキム・イルソン主席によってもたらされ手間をかけて築いてきたベトナムとジャパンとの伝統的な友好協力関係を継承し発展させることを重視してこれにとても大きな関心を向けそれは2019年3月ハノイでグエン・フーチョン書記長と金正恩総書記の間に行われた歴史的な会談を通じて表現された。ベトナム共産党中央委員会は朝鮮の党と国家人民とともにベトナム朝鮮関係を絶えず見事に発展させる用意を表すると述べています。いつか敬愛する金正恩総書記の平壌靴下工場の現地指導10周年記念の集いがありました。関係者と工場の従業員が集いに参加しました。平壌靴下工場のハン・ソクナム初級党書記が記念演説をしました。発言者は1903年2014年8月工場を訪れた敬愛する金正恩総書記は生産正常化と経営活動の具体的な方向づけをし従業員の生活にも深い関心を向けた。総書記が現地指導の際に与えた課題を実行するため工場の従業員はこぞって生産正常化に奮起しこの10年間人民生活の向上に大いに寄与した。工場の従業員らは金正恩総書記の思想と指導に忠実に従って生産に励むことで銘柄製品銘柄商品をより多く生産すべきだと述べました。朝鮮西海岸の干拓地にあるオンチョン郡音読農場で新居入りがありました。ローカルカラーを生かし実用性と造形芸術化が実現した住宅が軒を並べている村は独創的な人民大衆第一主義の政治理念と移民献身の崇高な思想で地方が変わる新時代農村振興の新しい歴史を切り開く偉大な党中央の精力的な導きによる尊い結実です。新居入りの集いが現地で行われました。朝鮮労働党南保市委員会チョイ・ヨンス書記オンチョン郡の党政権機関の活動家農業勤労者が集いに参加しました。集いで南保市人民委員会ソン・スンチョル委員長の祝辞に次いで住宅利用の証書が手渡され決意の表明がありました。新居入りの喜びで村中が賑わう中祝賀公演が披露され幹部たちが新居の主たちと喜びを分かち合いました。党中央委員会第8期第22回政治局非常拡大会議の決定実行へと人民皆を呼び起こすポスターなどが全国各地に集中的に掲示されました。市外復旧現場と各地の機関企業に掲示されたスローガンと標語ポスターは人民の安全を守り人民の理想の実現に全身全霊を打ち込むのを最も張り合いある一番重大な革命活動とみなす朝鮮労働党の気高い意に乗ったり北西部地域に新たな幸福と文明を必ずもたらそうとの朝鮮人民と人民軍軍人の革命的熱意を一層盛り立てています。石炭工業部門で自然災害を防ぐための対策を先を見通して講じることにより雨季にも生産を正常化しています。石炭工業省全体で今まで数百の採炭場の予備が確保され700台余りのポンプとモーターの設置と補修数万立方メートルの貯水タンクの新設と整備石炭運搬線路の補修と配管工事などが行われました。都市経営部門で総力を結集して集中豪雨による被害を最小化するための実行対策を講じています。都市経営省では集中豪雨と大水の被害の恐れのある危険箇所を細かく調べ
それに基づいて被害防止のための計画作成と手配を革新的に行っています。平壌市では雨季にも住民に衛生安全性が徹底的に保たれた生活用水を供給するため、水の浄化と消毒用の資材設備の正常稼働に必要な予備部品、補修用資材を十分確保する一方、電力系統の不備な箇所を探し出して漏れなく対峙しています。これとともに地下歩道など雨水が集まるところの排水設備の状態を日常的にチェックし、移動式ポンプも至るところに常時待機させて排水能力を高めました。平壌市と徳川市、ハムフン市など平壌南道、ハムギョン南道の各地域で雨水網の整備と補修、汚水浄化施設での沈殿物の浚渫と整理をその都度追いつかせています。ハムギョン北道では上半期に数十箇所の中小河川の浚渫と数十万立方メートルの盛り土工事、10万平方メートル以上の石張り工事を行い、南浦市でもワウド区域の数百メートル区間の雨水環境の工事を短期間に締めくくりました。各地の勤労者も地元の被害防止と危機対応能力の万端の準備を要項別に着実に行っています。水害を早急に復旧し、人民により立派な生活条件を与えようとの東中央の気高い意志にのっとり、平壌南道とファンヘ南道、ファンヘ北道、南浦市、ケソン市の勤労者が水害被災民の支援に心を尽くしています。被災民に対する各地の人々の美しい行いは、労働党の周りに一心団結して愛情で万難を乗り越え、より明るい明日を手繰り寄せていく朝鮮人民の清らかな精神の表れです。各道では特急災害非常地域の党政権機関との緊密な連携のもとに、住民の生活に切実に必要な物資を確保して送るための措置を取り続けています。全国8月3日一般消費財店2024が平壌地下商店でオープンしました。4日に行われたオープニングセレモニーに関係者と各地の生産者が参加しました。オープニングセレモニーで発言者は、参加者皆が今回の展示会を通じて消費財のクオリティアップのための良い経験を積極的に受け入れ、新製品、有名製品の開発のための先進技術を生産に取り入れるべきだと述べました。セレモニーの後、参加者は会場を見ました。より良質に、より有用にというテーマで開かれた今回の展示会は、消費財を生産するところでクオリティアップの競争熱風を一層巻き起こし、経験交流と技術交流を活発に行って、人民の好評を博する消費財をより多く生産するのに目的があります。展示会には国中の1100余りのところで生産した3000種余りの69万点の製品が出品されました。学生少年宮殿、学生少年会館の科学技術クラブ員のコンテストが7月30日から8月4日まで万順で学生少年宮殿で行われました。コンテストには各道から選ばれた学生少年宮殿、学生少年会館の科学技術クラブ員600人余りが参加しました。生徒たちを一つ以上の技術を上手に活用できる高い知的能力と創造力の持ち主に準備させるのに目的を置いた今回のコンテストは、基礎科学、外国語、プログラム作成、メディア制作など多様な方式に分けて行われました。4日に行われたコンテスト総括の集いで、高い評価を受けた団体とクラブ員に社会主義愛国青年同盟中央委員会の表彰状が授けられ、表彰がありました。両岸道で数百台のスプレー乾燥式の粉ミルク生産設備と発酵乳生産設備を製作して、道内の各市郡に送りました。こうして今年に計画された乳製品生産設備の製作課題を達成しました。道では乳製品生産設備の設置とテスト運転の準備を進めています。以上でこの時間のニュースを終わります。担当は大井恩福でした。こちらは朝鮮の声放送です。真心が名訳。
諸村では人民の健康と生命保護が優先され、医療ケアにあらゆる誠意を尽くすのが医師の本分となっています。平壌市コリョ病院の医師たちも熱い思いを持って患者の治療に真心を尽くしています。この病院で病気をすっかり治したチョン・ミヨクさんのお話を聞いてみましょう。저는갑자기걷기가힘들어지면서하반신마비가왔습니다急に歩けなくなり、これが下半身麻痺だと知りました。それでここコリョ病院で治療を受けたのですが、お医者さんの真心によって今日はこのように全開し、退院の運びとなりました。チョンさんがコリョ病院に入院したのは今年の4月のこと。当時家族の手を貸してもらわなければ身動きもできないありさまでした。患者を診察した一部の医師たちは既存の方式では治療がほとんど不可能だと諦めていました。しかし鍼灸科の医師たちは患者を身内だと思い真心を尽くすなら治せないはずがないと心に決め、治療に取りかかりました。鍼灸科では数日間のカンファレンスを通じて合理的な治療法案を模索しました。麻痺された神経系統を薬物療法で治療する一方、マッサージなどを組み合わせて治療の効率を高めました。治療の傍ら医師たちは最新の治療を研究し、効果的な治療方法を探し出しました。鍼灸科の医師たちの献身的な努力によって患者の麻痺された感覚が一つ二つよみがえり、20数日が過ぎてからは足首の関節と膝関節で変化が起きました。これは患者が歩けるという自信を持たせる第一歩となりました。ここの医師たちは次から次へと効果的な治療方法を組み合わせて治療の効率をさらに高めました。看護師も健康回復に良い食べ物やお見舞い薬を用意して早く完治させようと努めました。夜となく昼となく尽くしてきた真心がそのまま明薬となり、60数日ぶりにいよいよ歩けるようになりました。鍼灸科の医師であるチェイヨンランさんの話です。이번환자치료에서얻은경험은높은의술과뜨거운인간의今回積んだ経験は、高い医術と熱い人間が真心を尽くすなら患者の治療で成果を達成できるということです。これから諸村民族の優れた伝統医学であるコリョ治療の方法を医療ケアに取り入れて、社会主義保険医療制度の良さを十二分に見せようと思っています。今ここの医療従事者は党中央委員会第8期第10回総会の思想と精神にのっとり、患者の治療に誠意の限りを尽くしています。真心が名薬、高大師とお話ししました。地方経済の発展を促す諸村労働党中央委員会第8期第10回総会では、地方経済の発展のための取り組みを党と国家が強力に行うことをとりわけ強調しています。諸村労働党は国の地方工業を同時多発的にバランスを保って全面的に効率的にユニークに発展させるという政策を今年の初めに策定しました。これは建国以来初めての大規模な地方発展計画で、地方発展 20×10 政策と命名されました。地方発展 20×10 政策は近代的な地方工業工場の建設を毎年20個の市郡ずつ推し進めて、10年内に全国的範囲で人民の初歩的な物質文化生活の水準を1段階飛躍させることです。これに従って諸村では地方発展 20×10 非常設推進委員会が設けられ、各道に選定された2個の市郡では地方工業工場の建設竹縄です。6月21日まで20個の市郡の地方工業工場の骨組み工事が全部締めくくられ、次の段階の工事に入りました。諸村労働党中央委員会第8期第10回総会は、何よりもまず
設備の供給対策を徹底させ、原料と資材を責任を取って準備して、生産開始初年度から党の地方発展政策の生命力を遺憾なく発揮しなければならないと強調しました。次に来年に工事を行う市分を選定し、下準備を着実に行うこと、地方経済を活性化するための具体的で科学的な実務的対策を明示しています。今今年起工した地方工業工場では設備の製作も進められ、年末には20個の市郡で近代的な地方工業工場が竣工するでしょう。この地に生まれた人なら、首都に住もうと地方に住もうと、そして都会に住もうと山村に住もうと、同じく国家の社会主義的施策によって豊かで文化的な生活を営むべきで、また必ずそうなるようにというのが諸村労働党の地方発展政策の核心です。地方経済の発展を促す、高台してお話ししました。